RB 大宮 RDJ が怖すぎる。どうも、生きがい TV サバディゆきにです。サバディカップ。昨日ですね、大きく報道された J リーグ関連ニュースで、大宮 RDJ がね、来期から RB 大宮 RDJ になるよと、そういう名前で活動していくよということがね、報道されたんですよね。で、もともと9月にね、レッドブルが大宮 RDJ を買収して、で、まあ、RB 大宮 RDJ になることを J リーグも了承してますよという報道なんですよ。で、J リーグは企業名が入れられないので、RB、レッドブルの意味の RB を頭につけると。ただ意味的には企業名ではないですよと。ドイツ語で、ラーゼンボールスポーツの略なんですよ、頭文字ですよということなんですよね。これは、レッドブルグループが世界中にクラブを持ってまして、で、ブンデスリーガのね、RB ライプツヒを持ってて、で、ブンデスリーガも企業名禁止なので、その、ライプツヒに RB をつけたと。で、その時に、これはレッドブルではなく、ラーゼンボールスポーツのドイツ語の芝の球技の、造語の略なんですよということで、それを、真似するというか、それと同じ、理由というか、それと同じ、やり方で、今回、大宮 RDJ にも RB をつけると。うん。まあ、そのことに関しては僕は全然、いいんじゃないのかなと思いますね。正直。反対とか ないですし、現にね、ジェフユナイテッドも、JR と古川電工のユナイテッドだからジェフって JEF がついてるわけで、そういう、もろ企業名じゃないんだったら、ルール的にも問題ないかなと思いますし、例えば、町田ゼルビアが、町田ゼルビアサイバーエージェントで、町田ゼルビア SA にこれからなったとしても、全然、反対しないですね。いいんじゃないのかなと思います。で、そのことじゃなくて、これから大宮アルディージャが強くなっていくだろうと。そして、選手にとっても行きたいクラブになっていくんじゃないのかなっていう意味で、かなり脅威に、コンサドーレサポーター目線として感じていて、ある意味そのラーゼンボールスポーツ、ドイツ語で芝の球技っていうよりも、これからも大宮アルディージャが、本物のサッカークラブになっていくっていうか、本流というか、ある意味こう、リアルフットボールクラブになっていくんじゃないのかなと。うん。ね、今までその埼玉の中の図式で、アジア制覇した浦和レッズっていうのがいて、で、埼玉ダービーはするけども、やっぱりこう影に隠れる存在だった。残留争いが主の戦いになってきた大宮アルディージャなんですけど、これから埼玉のサッカーの図式も、ね、大宮の方が本流に、リアルになっていくかなと思いますし、それでこう、切磋琢磨することで埼玉とか日本のサッカーのレベルが上がっていくってことは、いいことだなと思いながらも、札幌コンサドーレサポーター目線からすると非常に怖いなと思ってます。で、9月にね、大宮アルディージャクラブが買収されまして、で、その、レッドブルグループのトップのね、関係者が今月の12日に来日して初めて会見をしたんですよね。で、ドイツ代表だった、マリオ・ゴメスがテクニカルダイレクターで、で、マーケティング部門のトップの二人が来て、これからの方針、この大宮アルディージャをどうしていくのかっていう方針を話してるんですよ。で、まず、レッドブルグループは世界中にたくさんクラブを持っていると、本拠地であるオーストリアの、レッドブルザルツブルグで、ブンデスリーガの、RB ライプツィヒで、アメリカのメジャーリーグサッカーのニューヨークレッドブルズ、で、ブラジルのレッドブルブランチカーノ、持っていて、じゃあ次はアジアだよねと当然、なってくると。なんで日本を選んだのかというところで、これマリオ・ゴメス自身がね、言っているんだけど、現役時代に遠藤航、浅野拓磨とシュツガルトで一緒にプレーして、彼らはお互い尊敬する、文化を尊重する、助け合う、そういう姿勢をピッチで見て、日々努力を重ねていたと。その献身性、私はとても感銘を受けたと。
私たちレッドブルサッカーのフィロソフィーにマッチすると考え日本を選んだと話しているんですよね。だ単に、お金目的とかっていうのもあるけど、そういう、まあ、日本人選手を評価してというところ、まあ、あとはもちろんね、日本のマーケットの大きさとかもあるでしょう。うん、まあ、なんで、そういうところも危惧してて、ただ単に大宮アルディジャがレッドブルに入るだけじゃなくて、こっから大宮からどんどんそのレッドブルのねクラブに日本人選手をこう配給していく存在になっていくんじゃないのかなと、うん、思うんですよね。でクラブの方針として、まあ大宮アルディジャという名前は残したいということをね、マーケティング部門のトップの人は喋っていて、でこれからどうなっていくのかとね、すぐ優勝とか狙うのかと思ったら意外とそうではなくて、中長期的なビジョンとして2025年から3、4年で J1 昇格、30年にはタイトル争い ACL 出場と、これを掲げていて、だから意外と来年 J2 昇格しますけど3年ぐらいは J2 でやるという、つもりみたいですね。それちょっと意外でした。即昇格狙っていくのかなと。でその理由としては、レッドブルはお金を出すだけではない、クラブ選手をしっかり育てる、そこを大事にしないとというふうに喋っていて、これを誰が喋ってるのかっていうと、レッドブルグループのグローバルサッカー責任者に就任したヨルゲン・クロップが喋っているということで、そのお金バンバン入れて選手ガンガン抜いてどんどん上がっていくっていうよりも、育てるってこと、育てながらクラブのサイズも大きくしていくっていうことが、まあ、クロップの方針みたいですね。だからこうやってある意味その世界中にあるレッドブルのねグループクラブのトップとしてサッカー部門のクロップがいて、でクロップのサッカー哲学を各クラブに全部落とし込んでいくってなると、例えば大宮から他のレッドブルグループのクラブに移籍しても同じサッカーとか同じビジョンをやってくれてたら、成功しやすいですよね。そしたら移籍する時のリスクが下がるわけで、そういう意味でもね、大宮アルディジャが人気になっていくんじゃないのかな。正直言って、だって今って日本代表選手になりたかったらヨーロッパに行かないことには話にならない、もうそれがほとんどスタートラインになってて、ヨーロッパに在籍していても日本代表に選ばれなかったりとか、チャンピオンズリーグ出てても選ばれない選手も出てきてる。でなるともうチャンピオンズリーグ出場するぐらいのクラブにいるっていうことがもう最低ラインとかになってくるわけで、そういう意味でもレッドブルグループのクラブは、まあ、成功してますよね。見るとザルツブルグはもう2005年から2位か1位にしかなってないと。でライプツィヒの場合はもう昇格した2016年からもう6位以上にしかなってない、優勝こそない、まあ ブンデスはバイエルンがいるんで優勝こそないけど6位以下にはなってないと。そういう意味でこれから大宮が、J1 昇格してくると本当にこう優勝争いしてくるクラブになるってなるとすごく脅威だなと思いますし、例えばその今季ね町田が強いと、資金力もあるしって言っても町田から海外に移籍するっていう、まあ選手はもう現に出てきてるけどそういう直のルートがあるわけじゃないし、ある意味こう町田が頂点なわけじゃないですか。それに比べて大宮が あるともうそっからどんどん出ていけるってなったら選手にとっては本当に魅力的なクラブになりますし、こうやってこうやっぱりサッカーってグローバルなスポーツだから資金と情報を持ってるクラブが強いわけ でそうやってこうすでに成功しているクラブが J にもあって、まあ、マリノスはそのシティグループに入ってることで、そういう選手のスカウトの部分であったりとか医療の部分とかそういうデータをすごく持ってて、それが今の最近の躍進につながってるという話なんですよね。でもマリノスからマンチェスターシティってやっぱりちょっとシティがもう世界のトップオブトップすぎて移籍させられないですよね。でマリノスからオーストラリアのメルボルンシティにレンタルでとかはあるんですけど、
なかなかシティに行くのは難しいと。ただ大宮からザルツブルクとかライプツィヒだったら全然こう移籍の可能性があるんじゃないのかなと思いますし、これだけ今海外志向がみんなね、Jリーガー、Jリーガーになって海外に行くってことをみんな目指す時代なので、これから大宮がね本当に人気クラブになるんじゃないのかなと思いますし、ある意味その埼玉のサッカーをリードしてきたのは浦和レッズなんだけど、これから大宮が主役の時代になってくるのかなと。で、大宮が主役になってそれに対抗してレッズも頑張るみたいな感じで、ね、本当に埼玉のサッカーのレベルが上がっていくんじゃないのかなと。本当に、大宮時代が来るんじゃないのかなと僕は危惧してますね、正直。楽しみ半分でも怖いなと正直思ってます。なんでね、コンサドーレは一応ね、そのタイのブリーラムと提携してますし、ただトップチームというよりも育成年代のね提携っていう感じが主なんですけど、タイのブリーダムは、同じタイ人オーナーのレスターとか、プレミアのレスターとか、ベルギーのルーベンっていうクラブと提携してて、実際にスパチョークの弟のスパナとレスターに送り出して、ただレスターだとビザ的に無理なんでベルギーのルーベンに出してて、でルーベンでは結構スパチョークの弟出場してるんですよね。てな感じで、コンサドーレが生きる道っていうのは、ただ単にこう地方クラブじゃなくて、そうやってこう、一応ルートあるんですよと。なんな僕の願いとしては、そのブリーラムきっかけで、コンサドーレもルーベンとかレスターにと提携させてもらって、そのグループに入れてもらう。入れてもらって、コンサドーレからレスターとか、ルーベンとかに行って、移籍できるルートありますよって感じをね、アピールできる、まあ、そういう、まあ、タイ路線のね、こう拡大みたいな、そういうのしていかないと、なかなか対抗できないんじゃないのかなと思いますね、これからの時代的にも。ってな感じで、それぐらい、ただ単にこう RB、大宮RD ジャンになるっていうだけじゃなくて、本当にこう J リーグの図式を変えてくる、まあ、絶対成功すると正直思ってるんで、レッドブルグループが他の、まあ、実際ね、なんか見てみると、ガーナとかではもう撤退してたりするんですが、この日本ってことをね、考えると、本当に成功してくる。しかも、こう、マリオ・ゴメスがやってきてみたいな話なんで、本当にこう、脅威に、楽しみ半分、こうやってね、お金がたくさん入って J リーグが盛り上がるってこと自体は、サッカーファンとしても嬉しいし、まあ、必要なことだと思う。日本サッカーが強くなるためにレベルアップっていうのは必要だと思うんですが、地方クラブ、ね、コンサドーレのサポーターとしては非常にね、脅威に感じてますね。あと、その、W リーグはもう企業名が入ってて、企業名 OK なんですよね。なんでこう大宮を買収したことで、大宮の女子チーム、大宮アルディジャービーナスはどうなるんですかね。レッドブル大宮アルディジャービーナスになるのかな、まあ、そこもちょっと気になるなと思います。ってな感じで、まあ、皆様、この大宮アルディジャーがレッドブルグループとして来期ね、来期から本格的に活動していくこと、どう思いますでしょうか？コメント欄で教えてください。それではまたお会いしましょう。生きがい TV でした。さようなら。